海の玄関高等島港頭島は、日本の瀬戸内海にある有人島の一つで、岡山県美前市に属す日清諸島の島である。人口319人149世帯と、日清諸島で最も人口が多く、多数の民宿、ペンションがあることでも知られる。 2004年に柏島と角井島を結ぶ頭島、大橋、2015年に角井島と本土を結ぶ備前、日清大橋が開通したことにより、現在は本土と陸路でつながっている。前頭が流門岩で構成されている。年間平均気温は、摂氏15.1度で最低気温は1月の4.5度、最高気温は8月の26.8度である。 年間の合計降水量は1231.9ミ、mm、リメートルで、温暖で、降水量の少ない瀬戸内海式気候に属する。赤松林に覆われているが、多くの木が、ゾウムシによる食害で枯死している。南部にも赤松、黒松、クスノキ、赤メガシワが優先する小規模な森林。北部には、ミカンの果樹園とエノキ、ヤブニッケイ、ヒサカキの優先する森林がある。 標高は最高地点で55メートルと比較的平坦だが、傾斜地は多く、瀬戸内海の他の島々と同様に密集した集落を形成している。島東部、北西に伸びた尾根の標高30メートルの畑で、石器が発見されたほか、島南部に、計5から8メートル、高さ0.3メートルほどの噴球が確認され、古墳と推定されている。 近世初期まで、日清諸島の島はすべて無人島であったが、1698年に、第一田島が、岡山藩の風間地港となり、板所が置かれたことをきっかけに入植が進んだ。頭島の開拓は、共和年間に入植した、本土の日清村出身者7世帯を中心に進み、明治時代には、世帯数が90世帯に達した。 戦後は引上げ者が島に戻ってきたこと、漁業の流成などにより、世帯数は200個を超えた。この時期に、島の大部分が開拓され、標高の高い部分にも民家が立ち始めた。1961年に離島振興法の指定を受けた。また、同年には島に柿養殖が導入され、これは後に、島の中枢を担う産業となった。 1970年頃に観光未完炎ができたことをきっかけに観光地化が進み、1980年前後には民宿ブームと言われるほどに民宿の新規開業が相次いだ。1987年より頭島の各家庭が毎月世帯500円を出し合い、家境にまつわる活動費用を捻出する家境預金が始まり、1994年には 離島振興法に基づく佳橋事業が始まった。2004年に頭島と角井島を結ぶ頭島大橋が開通し、2014年に角井島と本土を結ぶ備前日清大橋が開通したことにより頭島は本土とつながり、2016年には隔絶性が解消されたとして離島振興対策実施地域の指定が解除された。頭島港と 家々や玉島の標準的な家かつては島内に私立日生南小学校があり最盛期の1960年には172人の在校生がいたものの近年は減少の一途をたどっており佳境により本土の日生東小学校にスクールバスで10分で行けるようになったことから2015年度をもって廃校となったまた 島内にあった壁地保育所についても同様に配当をされた。島内には私立頭島診療所があり、週に一度内科、整形外科の定期検診を行っているが、常勤医師はいない。そのため島民は本土の私立、日生病院を利用することが多い。過境によって本土の病院に車で通えるようになり、 救急搬送にかかる時間が大幅に減少し、実際に、島内で夜間に、急病人が発生した際には、迅速に病院に運ばれ、重篤化を免れた。急病時の救急搬送については、住民の長年の懸念事項であったため、過境に安心したという声も聞かれた。頭島は高齢化の進む島であるが、福祉サービスを受けられる施設はなく、 島民は送迎サービスを活用して本土の施設に赴いている。電気については、かつては自家発電により電気をまかなっていたが、1966年より本土からの送電が始まった。上水道については1965年に角井島からの海底送水が始まっており、汚水処理については島内にある浄化センターで行っている。通信環境についても、 備前日清大橋の架橋に伴い2016年より、光ファイバー通信が利用可能となり、また、LTE の使用も可能である。道路総延長は 10.6km であり、舗装率は75.5%である。大正規線による本土と日清諸島の各島を結ぶ定期便が通っており、頭島には1日8便寄港する。架橋後、 定期船の利用者数は、年間99,508人から41,714人と6割ほど減少し、現在は6便に減便されている。また、ビゼンシエーバスにより1日7便の路線バスが、通っている。頭島大橋は、カ島と角井島を結ぶ、道路橋である。アーチ市間218メートルの複合アーチ橋で、 2004年11月22日に開通した。漁業が主要産業であるが、内航海運業に従事するものや、本土に通勤する者も,もいる。対岸の備前市は、全国総生産量の30%強を生産する、耐火レンガの有力産地であるためこの産業に従事する者も,も多い。しかし、石油危機器以降は、技術革新により、 大火レンガの需要が減ったこと、新興国によるシェアの追い上げに加え、製品需要のほとんどを依存する、鉄鋼業の不振により大火レンガ産業が構造を不況化したことに加え、産業構造の変化により、鉄鋼製品、石油化学製品の輸送量が減少したことで、内航海運業の従事者も、天廃業を余儀なくされた。また、 家内工業的な漁網製造業が営まれている他に店舗の商店がある。しかし、過境により、本土に車で買い物に行けるようになったことや、食料品の移動販売者が往来するようになったことから、島内商店の客離れが懸念されている。また、過境後は、レストランやカフェなどの飲食店が、相次いでオープンした。頭島と角井島。 カキの養殖が盛ん。戦後以降は、本土小豆島間の海域での底引き網漁が中心となっていたが、瀬戸内海沿岸の工業地帯化に伴い漁場が不安定化したことから、1961年にはカキ養殖が始まった。底引き網漁は夏中心に創業される漁であるため、カキ養殖は兼業として、好都合のものだった。しかし、 副次的なものとして始まった柿養殖の市況は安定せず、一時は規模が縮小することがあった。しかしその後は1968年の本、スイカ方式の導入や、広島の出荷網の間壁を縫い、中京圏に市場を確保できたことなどから経営が安定、前述の大化レンが産業、運輸業の衰退も相まって柿養殖を営む家が急増したことにより、 柿養殖は、頭島の産業の中心を担うようになった。2014年には島内に、柿の加工場も建設された。戦後の食糧難の時代に、島の大部分が開拓されたため、高地化率は高いものの、ほとんどが、第二種兼業農家であるため、島の産業の中での農業の比重は小さい。1950年中盤に、角井島で、 みかん栽培が開始されたことがきっかけで、頭島でもみかん栽培が始まったが、1970年以降は、こうしたみかん園の多くが観光農園となった。しかし、高品質なみかん産地が観光みかん園を開き始めたことにより、みかん狩り目当ての観光客は減少している。また、頭島は瀬戸内海の島であるために日照、通風が良く、 冬暖かく夏、涼しいという気象条件にも恵まれているということから、1960年には、養鶏組合が設立され、養鶏団地も設立された。また、佳境後は、隣島の各井島から鹿が渡ってくるようになり、未還園が、重害に悩まされている。頭島狸山展望台。瀬戸内海と周囲の島々が一望できる。 観光客の往来がほとんどなかった1965年以前には、島内に宿泊施設は存在せず、旅人が島を訪れることがあれば、都合のつく島民が民家に泊めていた。しかし1970年頃に観光未開園ができたことなどにより、頭島が、 関西地方の海水浴型観光圏に入ったことで、宿泊施設の需要ができたため、頭島漁協により初の宿泊施設、頭島フィッシングセンターが設立された。この施設は、当初、漁協組合員により交代で運営されていたが、本業の合間を縫って行う、こうした運営には不都合があり、1972年に民間委託された。しかし多くの島民が、 この施設の運営に関わったことで、宿泊施設経営のノウハウが広がり、寮に出ないため島にいる時間が長い主婦僧らが、個人経営の民宿を開き始めた。1975年の森下美術館開館、頭島漁協の提供する観光底引きもの、利用者上昇など元もない頭島に観光産業が定着すると、大化レンガ工業、 内港運輸業及び造船業の社用化も相まって、家計の補填のための民宿外業が相次いだ。1981年以降は、海水浴目的、みかん狩り目的の観光客が減少したことにより、観光客数は横ばいになっていたものの、海産物とその料理を目的とする観光客が増えていたことにより島への宿泊需要は増加し、 新規民宿はさらに増加した。魚介類を自己調達できることや、1970年代後半より島の漁業は、カキ養殖を中心とするものとなっており、漁に出る回数が少なくなっていたこともあって、この時期に開業された民宿は、多くが、漁家によるものだった。このような経緯の中で、旧日成町の観光産業における頭島の地位は、確立していった。 ありがとうございます。